皆さんこんにちは、三蔵です。ようやく涼しい風が吹いてきて秋を感じるようになりましたね。秋といえばお彼岸。今回はお彼岸についてお話をさせていただきます。お彼岸と聞いてもおはぎを食べるだけじゃないの？子供の頃にはお墓に参ったような。お彼岸って秋？確か春にもあったような気がするんやけど、あの真っ赤な彼岸花は見たことあるんやけどね。でもあれを摘んで家へ持って帰ったら火事になると言われてたよ。いまいちピンとくるような人は多くないんじゃないですかね。そんな人はぜひこの動画をご覧ください。お彼岸のことがまるっことわかるので最後までお付き合いいただければありがたいです。ご興味を持っていただけた方は画面右下にある三蔵の似顔絵アイコンをポチッと押してみてください。チャンネル登録や高評価コメントもこの三蔵も大変喜びます。そして励みになります。今日ここしか笑うとこありません。では早速始めましょう。皆さんはお彼岸って聞くと何を思い浮かべます？春分の日、秋分の日と答える人も多いと違いますかね。そう、皆さんもご存知の通り春分の日と秋分の日、これはお昼と夜が全く一緒になったお彼岸のど真ん中。国民の祝日に関する法律によりますと、春分の日は自然をたたえ生物を慈しむ日、秋分の日は先祖を敬い個人を偲ぶ日と定義されています。この春分も秋分も太陽の動きを見たら真東から真西へと沈む珍しい日なんですね。仏教的な背景は後で詳しくお話しします。その昔中国では太陽が沈む真西の方角に極楽浄土があると信じられていました。お天道様が東西へと一直線に動く春分と秋分がこの世とあの世が最も通じやすい日と考えるようになりました。日本でもお彼岸の中日にあたる春分と秋分にご先祖様を供養する風習があります。お彼岸にお墓参りをするようになったのは江戸時代って言われてるけど、もっと古いんとちゃうかな。その辺は割愛しておきます。お彼岸には皆さんもご先祖様に日頃の感謝を込めて手を合わせましょう。さて次は仏教的な側面からお彼岸の由来を説明しましょう。お彼岸っていうのはね、人間の迷いや苦しみの元となる煩悩のない世界、つまり阿弥陀様がお作りになった極楽浄土を指して言います。サンスクリット語で悟りの世界という意味で、般若心経にも出てくるハラミッタの漢訳語です。東彼岸が語源と言われていますね。煩悩に満ちたこの世、志願から悟りの境地、あの世の彼岸に行こうと思ったなら修行が必要で、その修行をする期間がお彼岸にあたります。修行してへん人も煩悩をなくそうと思って極楽浄土があるとされる西に沈むお日さんを拝んではったんですね。単にお墓参りをするだけでなく、修行を実践するにも最適な期間やから、皆さんもできることからやってみましょうね。お彼岸には何をしたらいいんでしょう。ここではぜひやっていただきたいことを3つに絞ってお話しさせていただきたいと思います。1つ目、お墓参り。お彼岸といえばお墓参り。なんとなくの習慣でも春分の日や秋分の日はお墓参りに行く人をよう見かけますな。お彼岸の中日にあたるこの日には参るんがベストだけど、霊園や墓地、寺院もかなり混雑します。ピーク時は避けた方が無難でしょうね。2つ目、お仏壇の手入れ。よくお仏壇に蜘蛛の巣張ってるとこもありますね。供養という観点からお仏壇の手入れは欠かせません。せめて春分の日と秋分の日、年2回はきれいにしてみましょうよ。心が清められ
自分を見つめ直すことができるかもしれませんね。3つ目、悲願への参列。お悲願になると全国各地の寺院で悲願へと呼ばれるお悲願法要を行います。悲願の合同法要を営む例も少なくありません。皆さんもぜひ参列してご先祖様を供養してみてはいかがでしょうか。お悲願の法要は大きく分けて2つ。お寺や霊園で行う合同法要、悲願へと自宅に僧侶を招いて営む個別法要です。どちらかというと合同法要が一般的とちゃうかな。参列するならいずれの場合もフォーマルな服装がおすすめです。喪服やなくても構いませんが、男性なら黒のスーツか暗いめのスーツ、女性でもダークカラーのスーツ、ワンピースが無難やね。くれぐれも露出の多い服装は避けましょう。お布施も準備せなあきまへんで。合同やと相場は5000円から1万円くらいかな。お寺や霊園に出向く際は服装に包んで持っていきましょう。個別法要なら相場も上がって3万円ぐらいかな。自宅に招く場合はお車代も包んでくださいね。お墓参りの時間もタイミングがあって日が出ている間が良いとされています。午前中がベストかな。もし無理でも午後の早めの時間に参りましょう。冒頭でお話した通り、お彼岸は年2回、春と秋にあります。春のお彼岸は春分の日を中心とした7日間、秋のお彼岸は秋分の日を中心とした7日間。彼岸に入る日を彼岸入り、彼岸の真ん中をお彼岸の中日、彼岸の終わりをお彼岸明けと呼びます。春分も秋分も昼夜の時間が均等になる日で、太陽や地球の動きに影響を受けます。だから毎年同じ日になるとは限りません。今年2023年の秋分の日は9月の23日です。お彼岸入りは9月の20日、彼岸明けは9月の26日になります。ちなみに国立天文台が今年2月1日の官報で発表した暦要項によると、来年2024年の春分の日は3月20日、秋分の日は9月22日になるそうです。お彼岸のこれが知りたい。お彼岸に備える花は決まっているの？お彼岸に備える花に決まりはありません。普段と同じように仏花をお供えする人が多いですね。ちなみに秋のお彼岸に咲く彼岸花、真紅で見た目は美しいけど、実はね、毒を持っているんで、目で楽しむだけにしておいてくださいね。その他にね、おはぎやぼた餅をお供えするのはなぜってよく聞かれます。お彼岸の供え物と言ったらおはぎとぼた餅。小豆はその昔縁起物とされる高価な食材やったからね、昔の人はご先祖様にも食べてほしいと考えはったんやろね。いいね。よう似てるけど2つには決定的な違いがあります。ぼた餅はこしあん、おはぎには粒あんが使われるんです。諸説ありますが、ぼた餅は春の花であるぼたん、おはぎは秋の花であるはぎにちなんでいます。初めてのお彼岸って特別なことをするんですかっていう質問もよくあります。四十九日を終えて初めて迎えるお彼岸を初彼岸と言います。初ってつくと特別な感じはしますけどね。特に通常のお彼岸と変わりません。お墓やお仏壇のお手入れとお参りは忘れんといてね。今回はお彼岸について話しました。せっかく最後まで見てくれはったんやから、今年のお彼岸はぜひお墓に参ってくださいな。日頃の感謝を込めて合掌したらご先祖様もきっとと喜んでくださいますよ。本当はね、いつも企画にいらっしゃるんですけどね。私が監修している真心間欠葬なら、お彼岸の法要だけでも大丈夫。供養とセットになったプランもご用意しています。
私のチャンネルの概要をご覧いただいて、ぜひお問い合わせください。これからも葬儀や仏事にまつわる知識を中心に、皆さんの疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきますね。この動画が少しでも参考になるという方は、右下の三蔵の似顔絵のアイコンからチャンネルの登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。